皆さん、こんにちは、いつです。本日もプロスペースやっていきます。本日の企画はこちら。最近のヤクルト純正について話していきます。はい、というわけで、ヤクルト純正ですね、始めるって言って、1本目の動画出したと思うんですけど、それ以降、あんまり上げてなかったかな。あれもしかして、1本も上げてないですか <laughs> っていうことになってるんじゃないかなというところでですね、え今回、ヤクルト純正、現状どのようになっているのかっていうところをご紹介していけたらなというふうには思っております。で、まあ、ちなみにですね、このヤクルト純正は、来年のスピリーグですね、もし同じ時期ですね、8月後半から9月 後半やったかなそこまでにですね、オーダーを強化するっていう形に、まあ予選ですね、予選までに、えー、オーダーを強化するっていう形でですね、えー、このヤクルト純正は始めたので、今回ですね、まあどのように現状をですね、強化できているのかというところをですね、ご紹介していけたらなというふうには思っております。はいというわけで、まあとりあえずログイン見ましょう。ログインが122日というところでちょうど4ヶ月ぐらいですね、やったんですけど、まあぼちぼちかなっていうところと、あとは、えー、エナジー数的には782エナジー。ここはね結構 こうまあちょっとねガチャも引いたりしてるんですけど運がなかったりしてるので、まあ、そういったところは話していけたらなというふうには思っております。はい、というわけで。 うん、もうなんか早速なんか後ろに見えちゃってますけどまあこの辺の話もしていけたらなというふうに思うんで是非最後まで見ていただけると嬉しいですそれでは早速なんですけど、えー、リアタイオーダーから見せていこうというふうに思いますはいというわけで現状のリアタイオーダーですね、えー、まだねレフトとライトの S ランクは当たってないんですけど現状こんな感じというところで、まあ、やっぱり個人的には結構 OB とか TS のところは取れてるのかなと、まあ、必要なところはですね取れているのかなというところでまず池山さんはねあのまあ一番最初の動画で見せたと思うんですけど リセマラしているとあの TS の、えー、サイリンかなで狙い撃ちしたという形でしたねで蝶には、えー、限界突破コーチを使っているっていう形ですでまあ通常の選手はね、えー、おそらくミキサーあれ山田選手どうやったかなしも選手ミキサー <laughs> あんまり覚えてないですけど川端選手はなんか S ランク契約書から出た気がするなまあ、そんな感じでまあ通常の選手はまあいいとは思うんですけど、えー、まず古田さんですね、えー、古田さんがガチャ引きに行ったんですよね累計、えー、では当たらなかったので、えー、ガチャ引きに行ってと いう形やったんですけど、90連で出なかったんですよね、確定外から。というところで、セレクトミキサー5枚必要やったんですけど、4枚ですね、やったんで、確定外っていうところで、残り20連くらい弾けるんやったかな。で、そこを20連弾くか弾かないかめちゃくちゃ迷ったんですけど、まあ、もうここまで弾いたらもう、弾くしかないというところで、おそらく福袋の方をね、おそらくっていうか確実に、うん、福袋の方で30%勝負をしたんですよね。そこでえ20連目でね、本当最後の最後で当てることができたというところで、ちょっとね、その動画とかは撮ったりしてたんですけど、まあ、編集して、 出せんのですけどもうガチャ期間も終わってもう何もかも終わってあー出してなかったって思い出してですね <laughs> というところでえ出すタイミングなくしてですねちょっと古田さんのガチャ動画を上げれなかったんですけど一応当ててるっていう報告ですねはいだけしときますでまああとは先にこっちかなベストナインタイトルホルダー第1弾でえ村上選手累計で当てることができたとこれめちゃくちゃでかいですねでまあもし もしですよ、えー、来年のシリーズ1で村上選手が当たらなくてもいいっていうことになったんですよね、これ。一応ね、ベストナインタイトルホルダーなんでスピリッツが3900かなというところでは、まあ、別に全然スピリッツ100あまあ、純正やったら気にするか。うん、でもまあ、もし当たらなくても、最悪こっちでもいいよねっていう話なんですよね。当たったらもちろん継承するんですけど、えー、こっちの村上んでもシリーズ1の最後にですね、仮にスピちゃんのあスピリーグかの予選が来るのであれば、この村上んでいけるっていうところで、ここの村上んね、獲得できたのは結構。 出かかったんじゃないかなという風に個人的には思っておりますはいそういったところですねでは、まあ、ラスト、えー、広沢さんというところではいここはランキング走っておりましたというところでね、えー、ランキングは27000万7かな一応ね1万円のところまで行けなくもなかったんですけどまあちょっとね、えー、OB 第5弾もしあるのであればまあ、そこでもしランキング走るってなればですねもうちょっとエナジー、まあ、全然余裕そうでしたけどねああまあ1万位行っても良かったかなっていう感じですけどまあ来年以降ね TS とか だったり、まあ、洗濯契約書のところまでは入らないかなという感じなんですけど、まあ、通常の選手の集まりが悪かったら福袋を引いたり、えー、できるのかなというところで、まあ、エナジーはまあ温存温存でいこうってもう本当にね あの楽天純正とか阪神純正は、阪神純正はね最初の方無課金でやってましたけど、まあ痛い目見てるんで、はいまあ、そういった形で、ですね広沢さんは一応、まあ2万7000、ただ、まあ限界突破の方でも痛い目見てるんで、まあそこもしかしたら書きてもよかったかなという形ですけど、まあまあまあ、時間もなかったですし、まあ精一杯なのかなというところですけど、広沢さんはえ累計では出ずにランキングで獲得したっていう形でしたね。はい、まあ野手はそんなところですね、投手はそこまでいないって思ったら、田畑選手がいましたね。ここはねねプロスペ交換会でで来たんすよ、ね、まあ 一応ね、プロスピ交換会の結果はショート動画であげたかなという風に思うんですけど、はい、まあ、ただね、ちょっとまあ急所は厳しいんですけどえ、超大ピンチを持っているっていうところだと、あとはあコントロールも一応持ってるんですけど、まあ、どうかな、まあ、ワンチャン大ピンやったら使えないかなというところでですね、まあ、できれば中継ぎに置きたいんですけど、超4にしないといけない、でまあ、A ランクね、一応1枚だけ取ったんですよね、でも、まあ、もう1枚はラミレス選手ね。 ヤクルトで来るかなというところで取ったんでちょっとここはねもう2枚取っとけばねあと限界突破コーチ2枚次込むだけでいけたのにって感じですけど、うん、しかもね広沢さんとか、えー、池山さんとか古田さんにも限界突破コーチ使わないといけないというところでちょっとここまで手が回らないかもなっていう形ですねまあちょっとそこはねおいおい もうちょっと考えていけたらなというふうに思ってるんですけど、はい。というところですね、あとは石川さんをね、シリーズ1のうちに獲得できたのはでかかったですね。うん、まあシリーズ2では登場しないですよね。うん、ちょっとあんまりもう本当何球でもやってたら、どの選手登場したっけってなるんですけど、はい。まあ、石川さん、おそらく登場しないので、まあ、ここで獲得できたので、うんまあ、石川さんは普通に強そうだからね、うん、獲得できてるのはでかいっていうところと、あとは田口さんはね、めちゃくちゃ強いと思うんですけど、まあ一応ね、あのー、なんか枠の関係上、今中継ぎにいますけど、おそらく先発で使うかなっていう形ですね。うん、ここは超大ピンチ 持ってるんでうんめちゃくちゃ強いんじゃないかなっていうところで、うん、球種もねあのフォークが追加されたいカットボールがなかったかな、うん、っていうところで巨人版の時よりもめちゃくちゃ強化されてるのでこれはね 使わざるを得ないっていう形ですね。もう本当、ヤクルトのエースと言っても過言じゃないですね。はい、あとはもうマクガフ選手、えー、ここも獲得できていると。ツースプのマクガフ選手ですね。はい、もうここはね、まあ、うん、ヤクルト純正では必須。特にね、楽天純正見てもらったら分かる通り、本当に投手が揃ってない。本当に当たらない選手は当たらないので、もう本当にね、こういった形で獲得できているのはめちゃくちゃでかいですね。おそらくミキサーかなんかで当てたかなっていう形ですけど、あとは交換会とかでも来たりしてるんじゃないかなというふうには思います。はい。で、まあ、ラストですね。 契約書を使っってて獲得ししたたいう形でしたね、はいえー、この高速進化の方が個人的には強いと思ってるので、まあ、ここをね、あの選択契約書で獲得したっていう形でしたね。はい、なんで、一応今まで引いてきたガチャが、とりあえずイ、あのー、サイリンのリセマラリン250エナジーですよね。あとは、おそらくスタートダッシュスカウトは引いてないと思うんで、その次に選択契約書かな。で、その次にゼずれ OB でおそらく3000エナジーくらいなくなってるんで、まあまあまあ <laughs>。 で、えー、OB の広沢さんで700エナジーくらいかな800エナジーくらいかなっていう形あったと思うんですけどまあそんな感じかな、えー、今まで強化してきたあとはもうほんとちょくちょく、えー、選手枠パンパンだなっていう時にミキサーしたりですかねはい。 まあそういった形になってるんじゃないかなっていうふうには思います。ではちょっとね、A ランクとかどんな感じなんですかねちょっとあんまり見たことないんですけど、見たことないっていうかあんまり意識して見ないんですけどね。どんな感じなんやろうはい、こんな感じですね。うん。まあ、とりあえず選手量の中なんですけど、石山さんとか結構いますな。ただ今日中継で追加されてたな、そういえば。あとは今野選手とかもね、タイピン持ってるんですけど、球種がねー。 っていう形ですね超大ピンなんですけどね。まあまあ中継ぎにいてくれたらいいと思うんでね。うんまあ獲得したら絶対入れるんですけどね。まああとはそうやね。そこまでかな。なんかな金久保選手の A ランクがめちゃくちゃ当たるんよね。うん。まだ現状ね、えー、限界突破とかあんまりしてないっていう形ですね。えー、まあサンターナ選手とかね、超広角のラインドライブというところでめちゃくちゃ使いたいっすね。で入ってないとこ言うとな。若松さんはね、なんか3枚当たってるんですよね。累計外のところ、ね。若松選手もまあワンチャン獲得してもよかったんですけど、まあ来年以降ね、例えば TS で青木選手が来たってなれば、まあそっちの方がいい いいいのかかなっていうとところとかあとはもう塩見選手でもいいのかなっていうふうには思うんで、長、まあ、広角で、うん、強そうですしね、はいというところになっております。あとはまあ村上選手は割と極みまでいけそう、あっ、あ超4かなっていうところだったり、やっぱり金久保選手めちゃくちゃいるね、5枚いるっていうところですけど、あとサンタナ選手とかもいっぱいいるね、まあ割とぼちぼち集まってきてるのかな、まあまあまあ、4ヶ月やってるんで。 まあそんなもんかなっていうところですけどまあまあまあっていう形ですねまあそんなところでちょっとねヤクルト以外の S ランクああ割といないなもうちょっといたんですけどね <laughs> なんかちょっと欲に負けてミキサーしちゃってるみたいなんですけどまあちょっとねもうちょっとだけリーグオーダーに入れてるんでうんまあどうかなまあできればねグランドオープン開けてからミキサーはいっぱいしていきたいですねはいっていうふうには思っておりますでも、まあ、ヤクルトの S ランク他にもいるんですよねはいまあ見ていただいたら分かる通り村上選手が2枚いたりしちゃうんですよねはいあとは、えー、川端選手も確か被って今通常 ねオーダーで育成してるんですけどまあこういったところはねあのあれ何て言うのミキサー来ますよねなんやったっけファイナルミキサーファイナルセレクトミキサーなんやったっけそういった形の あのミキサー来ると思うんで、まあ、そこで使おうかなというふうには思っておりますあ。内川選手言ってないね、内川選手は交換会できましたね、うん。そんなとこか、はい。はい、そんなところです。はいまあ、選手名鑑最後に見て終わろうかなというふうには思うんですけど、まあちょっとね、あのー、シリーズの前半の方揃ってるのは交換会で来たりしたのをですね、また送り出してるんで、でまあ、中村選手とか金久保選手とか、まあ、金久保選手は普通に与えた気がするな、を、えー、交換会に出したりしたっていう形だと思うんですけど、まあそうやね、なんかあ今日の自チーム契約書ですね、まあ、今日っていうか、撮影日がねあの、バレンタイン S, S ランクチーム契約書を配布された日なんですけど川端選手が当たったとかぶりでですね、やけに今さっき育成してたんですけど、もうちょっとね、空いてるから、まあ、獲得できてもよかったんじゃないかなというふうに思うんですけどね、はいまあ、そういったところですけども、高橋選手もね、個人的には強いと思ってるので、まあ、スラカットがあれば大体強い。 でスライダーの変化量とカットボールの変化量が理想的なんですよね、個人的には。と、はい、いうところで、うんまあ、タイピンあればもうちょっと良かったですけど、あとは石山選手も、まあ、変化で,ですねまあ純正でいてくれるといいんじゃないかなというところだったり、奥川選手は、ね、普通に強い、うん、ほぼ山岡選手、まあ、それはさすがにちょっと違うかもしれないですけど、まあ、似たタイプのピッチャーなのかなというところですけど、うん ま強い強いでキレコントロールっていう形ですね。あとピッチャー、ーそうそう近藤選手も割とねあのシュートがツーシームなんですよね。でタイ、えー、ピンチ持ってるっていうところではまあ中継ぎりは必要ですよね。うんでも近藤選手は、えー、超タピンチというところで、であれ割と 必要なピッチャーいますねあと小川選手。あれ意外と強いな。ヤクルトの投手陣。うん。強い強い。いや、これはちょっと揃いがいがあるなっていう形ですけどまだね、全然揃ってないので。うん。あの、ファイナルミキサーですね。ファイナルミキサーですね。そういったところで当てれていけたらなと。西浦さんとか S ランク出てたんや。知らんな。<laughs> ただね、ショートは池山さんがいるんで、あんまりいらないですよね。レフトか。青木さん。いや、ちょっとね、このシリーズ獲得しときたいね。青木さんは。あのー、レフト、B が。 維持されないかもしれないとか言ってるんですけどなんかさっきセンターの青木さん取るとか言ってたな <laughs> まあその辺曖昧ですけどうん塩見選手がねレフト守れると割とでかかったんですけどねレフト守れる選手いるんかな ?TS とかでなんかラミレス選手だったり、ね、バレンティンだったりのイメージなんですけどね、えー、まあおそらくバレンティンはライトなんですけどあーやっぱいないわ <laughs> いやーレフトかーってことはまあもしかしたらあのー、若松さん獲得しててもよかったかもしれないねまあちょっと否めないそれを 辺はレフトか、結構レフトか、割と、まあ、センター、塩見さんで、レフトは青木さんでもいいんですけどね。まあ、ちょっとね、ああまあ、青木さんでいいか。うん。逆にも本当にセンターの塩見さんの適性がね、上がってくれるともう本当に何の問題もないんですけどね。はい、そんなところかな。うん、真中さんとかもね、あ割と真中さんでもいいかもしれない、ね、レフトやったら。まあ、ただ、この辺はね、引かなかったんで、まあ、ちょっとこの辺引いてたら古田さん獲得できたか怪しいですよね。まあ、古田さんと広沢さんは絶対に来るって思ってたんで、まあ、ちょっとそこにエナジー貯めておこうと思ってね。まあシリーズ の前半はね、あんまり何もしなかったんですけど、まあ、ここに来てね、やっと、えー、強化できてきたかなっていうところなんで、まあ、本日ですね、えー、4ヶ月、ちょうど4ヶ月目あったんでご紹介していったんですけど、ちょっとどうでしたかね、現状ね、えー、結構強化できてるので、うん、いいんじゃないかなというところと、あとはね、割となんかもう、これこ,こまで来ればランク戦できるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、ランク戦やってってもいいですけどね、しかももうアーティスト4人いるしね、<laughs> 早いね、アーティスト揃うの、左バッター少な <laughs> 右バッターしかおらんわ。まあまあまあ、この辺はね、また、おいおい強化していけたらなというふうには思うんですけど、またね、初めてのランク戦とか、えー、取っていきたいんで、えー、ぜひ、興味のある方は、チャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。まあ、あとは、特訓1.5倍とか、えー、コイン半減とかが来たらね、特訓とか特殊能力も上げていったりですね、しようというふうに思ってるんで、またね、そこが来るとね、 また楽天純正とか阪神純正が一気に強くなったみたいにですね、えこのヤクルト純正も戦えるオーダーにはなっていくんじゃないかなというふうには個人的には思っております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。また明日以降も動画出すと思うので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、いずでした。